はいどうも、ダークネスローズです。えー、と、こんばんは。今日何日だっけ、えー、?7 月26日、月曜日。もう月曜日はね、4連休終了です。お疲れ様でした。<laughs> お疲れ様でしたっていうか、これからなんだろうけどね。月曜が、まあ、また今週1週間始まるからね。多分、あのー、そうやな。学生は、まあ、 大なり上に違いはあると思うけどまあほぼすぐ下手しもう始まってるんかな夏休みが。でまあそうじゃなくてもまあ何日か後には始まるだろうし8月までには始まるだろうからまあ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 みたいなところはあるけどまあ社会人まあ一般企業に勤めてるねあのーサービス業とか置いといて一般企業に行ってサラリーマンみたいなやってる人は。 まあ、盆休みが、えっ、ー、と、何日からかな十まあ、一般的には13、14、15だけど、まあ、もっと早いとこ早いよね。俺なんかのイメージ的には、前、前負ったところだったら、何日からやったかな ?10 日からやったかな。9日、九日か10日ぐらいから休みやったから18、19ぐらいまで休み <laughs>。めっちゃ長いっしょ。で、えっ、ー、と、それこそね、あのー、年末年始だって、あれやしな。 えと23ぐらいからえっと1月の7日とかまで休みやったしうんめっちゃ長いよねうーんまあまあそんな感じではまあ連休は終わったんだけどまあねでさあまあ来週えっと来週まあもう今週って言ってもいいんかな あの台風がね来るでしょうまあ来てるんからも来るでしょうだからえっ、ー、とまあこっちの方は霞めかめもしないだろうねあの少々風が吹くぐらいのことで雨雨も降らないんじゃないかなっていう予報だけ見るとねまあ降るかもしれんけどそんなにバカみたいに降ることはないだろうし降ってもちょっとでしょ時間的にもまあね結局台風一過性だからうーん まあそんなに振ることもないだろうしまあ俺としてはまあちょっとねジメジメしてるのが厄介だけどまあ気温的には下がるから外歩くのが楽にはなるよねあの直射日光ギラギラのやつがなくなる分ね昼間俺昼間本当は本当に出たくないんよ毎回よく言ってるけど昼間出たくないからその昼間がさまあ今なんか34度5度とか6度とかそんな気温になるやんか まあそれよりマしになるんよ。多分3日間ぐらい。えっ、ー、と、だから今日、明日、あさっ今日は違うんかな明日からかな明日、明後って、しあさって、だから29ぐらいまでが結構涼しめになる。気温が落ちるんよね。30、30度、31度ぐらいが昼間になるっぽいんよね。分からんよ。当日にならんと、まあ、それは変わるかもしれんから分からんけど、まあ、なんかそんな感じらしいから、涼しくなるんだら俺としては大歓迎やね。もうほんまに。 あの夏バテがえぐいしで実際ねえっと,と昨日じゃなくて一昨日土曜日土曜日の昼間がちょっとだけ涼しかったよ風がちょっとあったのと多分気温が低かったんやろうね若干涼しかったんよあの昼間がだからまあそれがねあったからそうなってくれたらめっちゃ嬉しいなしかも3日間もそれが続くってなったらめっちゃ嬉しいね <laughs> ありがたい話よね。うんもうねえー、と多分昨日も言ったと思うけど夏バテを極めてるから今、うん、少しでも涼しくなってくれたらねありがたいんよね、うん、だってどうせあの9月の終わりぐらいまではこの地獄は続くからまだ8月にもなってないからね7月の終わりだからこっから8月9月の間ずっとこの地獄が続くから涼しくなんて一切ならないから。 あの唯一涼しくなる時期っていうのはあの、まあ、台風だけじゃないけど雨が降ったりとか天気天候が崩れた時だけなんよねだからまあうん休憩ポイントみたいな <laughs> 俺的には感じないけどね、まあ、また何か偏頭痛にあったりとかさ、まあ、あの雨降ったりとかしたらっていうのもあるからまあいいとは言えないんやけどまあマシになるよね正直もう暑いの限界よ なちょっといろいろ対策考えなきゃダメだなと思ってる。うんまあね、今日も今日とてね、この,あの画像み、あのサムネの画像を見てもらったら分かるけど、このピカチュウね、このうまうまをね、見てね、癒されよう、今日も今日とて <laughs>。っていう感じ。えっ、ー、と、ゆっくりもね、なんとか、えっ、ー、と、昨日のうちに編集を多分10時ぐらいに上がったんかな。うん、順調に再生も伸びてるし、うん、いいかなという感じ。 第7話ね次は第8話かまあうーんまあ第8話だけじゃなくてまあまあ目標としては今週えっ、ー、と2627まあ土曜とかまでに土日までにまあ34本上げたいなまあ、だから10話11話ぐらいまではいきたいかなって思ってるねあとまあ今週末ぐらいに、まあ、実写の動画も上げるつもりだしままあいろいろ控えてるんでよかったら まあ最近そのチャンネル登録をしてくれた人、俺を知ってくれ、俺を知ったというか、俺の YouTube を知ってくれた人なんかは、多分実写の動画を新しく見てる人いないと思うんで、まあ、過去のやつを見てくれた人はいるかもしれないけど、なんで、まあよかったらね、それも含めて楽しみにしといてもらえたらなって感じです。はい。えー、そんな感じ。特に報告事項はないんかな。まあ、今言ったぐらいやね、あのー、 まあゆっくりはまあ来週ね,ね、十何話ぐらいまで行くよっていうのと、実写動画撮るよっていう話ね <laughs>、はい。多分ね、実写動画のネタも全然考えてないんやけど、うんあのー、中二用語解説またやろうかなとは思ってるんやけどね、ネタがちょっとなくてね。うん、はい、そんな感じで、えーと、ダークネスローズでした。バーイ。